はいどうも、ピーラボです。井上尚弥が井岡和人にラブコール、これ結構賛否両論あるんですけど、なんで井上選手が井岡選手にラブコールを送ったのかっていうところを解説していきたいと思います。まずボクシングファンの間では有名な話なんだけど、井上選手と井岡選手どっちが強いのかというのがたびたび議論されてきてるんですよね。信じられないかもしれないけど、井上選手より井岡選手の方が強いというふうに評価する人が結構いるんですよね。だからボクシングファンの間ではそれこそ天心 VS 武尊並みに熱く議論されてきたテーマなんですよね。だから井上選手的には階級の違う天心武尊が試合するなら井上井岡もやってもいいんじゃないかっていうふうに井上選手はそう考えたんでしょうね。ファンが見たい試合、ボクシング界が盛り上がる試合をしたい、そういうのを考えての発言だと思うんですよ。しかも今日本は外国から選手を呼べない状況ですから、どうせ下位ランカーの日本人と防衛戦するくらいならこういう試合があってもいいんじゃないかっていうふうに思ったと思うんですよね。それにボクシング界では階級違う選手同士がキャッチウェイトで試合をするっていうことは珍しいことではないんですよね。しかもこういうビッグマッチって大金が動くから、海外の選手とかだと間違いなくこういう試合って実現させてきてますよね。でこれやったとしても井上選手の圧勝だっていう声の方が多いと思うんですよね。でも意外と井上選手って井岡選手のファイトスタイルと相性悪いと思うんですよね。井上選手の攻撃の起点って基本はジャブじゃないですか。でも井岡選手は右のストレートを起点にコンビネーションを組み立てるタイプの選手なんですよ。特に田中康生との試合では右のストレートからの左フック、これで田中選手から3度もダウンを取っていましたよね。で田中康生選手と井上選手って結構ファイトスタイルが似てて、お互いジャブから起点を作るっていうところと右のガードが下がり気味というところが似ている。だから井岡選手が得意としているこの逆ワンツーのコンビネーション、これは井上選手にも当たる可能性がある。実際井上選手はドネア戦で左フックをもらっていましたよね。なので案外井上選手は井岡選手のファイトスタイルを苦手としている、もしくは相性が悪い、それと右を起点にしてる選手にジャブって打ちづらいんですよね。ジャブを得意としてる選手が一番警戒してるのは右のクロスなんですよ。だから右を起点にしてる井岡選手に対し井上選手は得意のジャブを打ちづらい。ちなみにオーソドックスとサウスポーの試合って前手がぶつかるからジャブってあんまり出せないんですけど、井上選手はジャブを封じられたサウスポーとの試合ではパヤノ戦の時のように一瞬の隙をついての KO だったり、ダスマリナス戦では強引にボディで倒していましたよね。こんな感じで井上選手は得意のジャブが使えない試合では結構パワープレイが目立つんですよね。でこういう展開になると一発はないけどコツコツパンチを重ねてポイントを稼いでいく井岡選手は判定では有利だと思うんですよね。だから井岡田中戦みたいに、あやべポイントで負けてるっていう風になって井上選手が強引に前に出たところで井岡選手の左フックが刺さる可能性がなくはない。まあ確かにここ最近の井岡選手の仕上がりは良くないけど、田中選手との試合の時のような仕上がりできたら井上選手でも結構危ない試合になると思うんですよね。で井岡選手の今のボクシングに対するモチベーションを見てると、とにかく強い相手と試合をしたいっていうのは明白ですよね。なのでいろいろな状況を見るとこの試合ありえなくはないんじゃないかなっていうふうに思っています。まあこれが海外から選手を呼べるんだったら話はまた違ってきますけど、まあこれに関しては今後の状況次第ですよね。まあ裏を返せば井上選手は井岡アンカハスといったビッグマッチが流れてモチベーションの低下している井岡選手にエールを送っているというような見方もできますよね。
はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。